戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえお前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも、確かに嬉しいことだろうけど。それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よう、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは、俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん？こんな感じでな。これが、キュービのおかげで急激パワーアップ！イエー！ん？何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか？感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこう、モヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ、あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術。ハチビ、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。いよ、真実の滝だと。ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺は走るぞ。この人ちょっとあれなんで、すみません。いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。Yeah!
ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん？何よ、俺が怖がっているとでも？ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神。え？なんだこいつは。え？こんな変な奴が俺の真実の姿なのか？違います、よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣貴様。星垣貴様？まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。このサメ顔どこかで。そんなことよりそこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている？それをあなたに教えるとでも？いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう、あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど、相当できるようだな。だが、これは青い猛獣、サメごときに決して遅れは取らんぞ。戦闘開始。ガーッ。お前、あったことがあるよ。なんと記憶力のない方でしょうか。こうしてあなたと戦うのは3度目なんですがね。真珠の時にやりますよ。俺は青い文字、誰もその俺を止めることはできん。いいでしょう、私の力であなたを止めて差し上げます。このまま勝負を決める。そうはいきません、私にはやるべきことがあるんでね。勝負あり。サメの牙では猛獣を食らうことはできん。覚えておけ。終わりだ、俺の勝ちだ。まさに珍獣、これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは3度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。
ってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀な七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんなやつでも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか、イタチさん。どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったよ。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネが長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。彼は光だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織。この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの。やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘にすぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。内葉の動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾。信じるに値しない。私も長門、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。
そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。戦闘開始。あなたの光のない世界、花は枯れるしかない。やめた。ならばお前も枯れ散らしてやる。元は暁だ。これくらいやってもらわねば。余裕でいられるのも今のうちだ。今にあなたは私に勝つことに。それは注意しなさい。消えてもらう。終わりだ。終わりだ。皆さんは気にせず同然。終わりだ。式神の前もはや神くず。あなたのことを熟知して。戦い方、弱点を全て。なるほど。盾水橋で俺と対峙したわけではないのだ。この手を逃しはしない。必ず仕留める。外さない。逃がさない。消えてもらう。あなたには見えないだろう。ナルトの持つ強い光が。式神の舞。勝負あり。もう少しよ、ヤヒコ。ナガト、もう少しで平和が見える。甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが、俺はまだ倒れん。さて、これからどう攻める。暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そして、リンネガンを長門に与えたのも俺だ。弥彦も、長門も、己の考えで動いている。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ、己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前も長門もナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。ナガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の、ん、私は信じる者たち
道化などいない。ヤヒコ、ナガト、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じて、今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。ウチハの禁術、ウチハと千住、この両方の力を持つ者だけが許される道術。ウチハと千住、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者？俺は千住柱間の力を手に入れた内葉マダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現術をかけ終わった時、お前は終わる。長門、ごめんなさい、ヤヒコ。私、リンネガンをいただく。キュービチャクラの修行？いえ、晴れてキュービはナルトのもの。あとは熟成すれば本物。熟成って？熟成イコールコントロール。これにて修行はエンドロール。ああ、つまりどういう。次はキュービチャクラをうまく使いこなすための修行をするってさ。そしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。おお、さすがヤマト隊長、よく B のおっちゃんの言葉がわかったな。褒められても全く嬉しくないんだけど。修行の舞台は真実の滝。 OK、 レッツゴー。てばよ、よし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が良さそうだね。お待たせしました。さっさと始めようぜ。オーライ、まずはチャクラモードになるべし。ことは速やかになるべく。おっす。で、この後は何すんの？まずはキュービと力合わせて、俺と手合わせ。おっちゃんと手合わせ。なるほど、確かに今のナルトの力量を確認しておいた方がこの後の修行指針を考えやすいですね。そういうこと。よし、やる気上々。お前の覚悟に俺様強強。キュービチャクラ、どれほどのものか見させてもらうよ、ナルト。行くぜ。
戦闘開始。こちらの準備は十分。かかってこいよ。よし、かなったら全力だ。宇宙戦闘だ。誰だ、キュービのガキも。 NO、 キュービじゃないぜ、ナルトだ。ふう、もっと見たら異常なチャクラ。これがキュービチャクラ。やだ、すげえ失敗だ。驚きの性能。これには俺様も Say No。 驚くのまだ早いってばよ。もっと攻めてくれ。いける、このチャクラがあれば俺は。よし、ここまでだ。すごい、すごいじゃないか、これは。確かにかなりの脅威。その力まさに狂気。ではこれからの修行は。基礎能力は十分だった。ある程度の相手なら十分に戦える。よし。とはいえまだまだコントロール不足。不測の事態に即敗北。え、まだダメなの？じゃあどうすればいいんだよ。それをこれから伝授すんぜ。修行の成就はもうすんぜ。ついてこい。修行はこっちでやる。こっちってわざわざ滝の中でやるんですか？滝の中は外のチャクラを遮断。修行に集中する有効な手段。そうだったんですね。というわけでレッツゴーゴーチェケラッチョ。あれ、大和隊長はついてこねえの？ああ、これからの修行は二人に任せるよ。僕の力はもう不要だろうしね。キュービチャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど頑張るんだよ。おう、ありがとな。チャクラが遮断された場所にいる限りナルトに戦争のことを察知されることはないだろう。悪いが、しばらくはそこに留まっていてくれよ、ナルト。キサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ひょろひょろの割にやるじゃねえか。理解が早くて助かるよ。まあ、助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに8尾と9尾がいてね、
その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。キュービ。ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。デーダルに。ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラ兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、データラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。貴様と言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな。その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん、っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの。本当は死んでなかったダニか。はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。ああ、デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな。オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。戦闘開始。腰寄りのデレイダー、オイラの相手にならねえよ。うん、そう吠えるな、デイダラ。まるで負け犬のようじゃぜ。なぞるか。よくもわしに挑めたものだ。
いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青2歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜ、デイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん。そうか、ナルトは B さんと滝の中で修行か。ええ、張り切ってましたよ。どうしました？いや、修行に集中することはいいんだが、あいつここでの任務を忘れてないか？まあ実際は監禁という名の任務だし、別にやることはないのだからいいじゃないですか。それはそうなんだが、複雑な気分だ。そういえばガイさんは？あの人は忍び連合からの召集があって、そっちに急行した。召集ですか。ということは、いよいよ開戦が近いってこと。なんだ爆発音。一体誰が。ヤマト、行くぞ。はい。おっと、しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん、来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、おせんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。you
戦闘開始。カット。お前らその体は素晴らしいな。オロチマル様の力が溢れてくる。この勝負を決める。六分身の術。手加減しないよ。その程度では僕を止められない。以前よりも動きがつかみにくくなっている。マヌケな野郎だ。こういうしてもあるんだ。ギブアップした方がいいんじゃねえか。この戦いももう終わりが見えてきた。勝ち残るのはどちら。結末が楽しみだ。木遁も火の意志もこの胸に引き継いでいる。勝負あり。よし、手応えありだ。これで終わりだな、カブト。ここまで。やったのか。足りねえだ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト。油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし9尾と8尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。手土産がかなり違うようだが、九尾を確かにそうだけど、こいつは九尾の見張り役で機密情報も持っている。それにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる。無理をするよりこいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだ。あんたたちにとってね。なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。そうか、ヤマトが。まさか九尾を狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。とはいえ今の私たちではどうすることもできん。いずれ連れ戻せばいいのです。おおよその場所は分かっているのですから。そうでしょ、綱出さん。どういうことじゃぜ。あんたにはまだ話していなかったな。先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った。ほう。バツ印が敵のアジトと確定。山岳の墓場と呼ばれる場所だ。ここからじゃと湯隠れと下隠れが挟まれる形になるが。ええ、ですのでその二国にはすでに避難勧告を出しています。なるほどの。それでわしらの準備の方は。
すでに奇襲部隊には招集をかけ、戦闘大連隊も組ませてやる。医療、情報、感知に関しても同様だ。忍び連合としてすぐに動くことができる。準備万端ということか。土影、これはあんたの分だ。おお、もうできていたのか。はあ、これが忍び連合の額当てか。なかなかじゃぜ。それがしがデザインした。かつて争い合ったあなた方も今やただ一つ忍びでござる。さらに今忍びと侍とが手を組む。さあいよいよでござる。第四次忍界大戦、我々が勝つぞ。戦慄が世をかける。緊迫が時を焦がす。空は震え、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感、にじり寄る脅威に忍びたちはここに立つ。勇も邪も、鬼も絶も、時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。you